シロトビ。100年ぶりに告知しました。ちゃんとじゅんちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ニコラスさんもかわいい、ありがとうございます。あら、フランさんもかわいい、ありがとうございます。よいしょ、ちょっと待ってね。静かにしなさい。ダメでしょ、静かに静かに。村長さん、服ありがとうございます。パンプムさん、佐藤さん、パチュリナさん、服ありがとうございます。あ、ニコラスさんも服ありがとうございます。なんでこっち側にいるのかというと、よくわかんないです。なんかいつも画角がこうなっちゃうんですよね。多分私がコメントを見ようとしているからなんか寄っちゃうんですけど、気にしないでください。マジ目見えないんだわ。トスさん、おたまらさしこさん、ゆかりんさん、服ありがとうございます。まあもうそろそろ来る人は来たよな。ちょっとね、本題を話すのが、ね、早いんですよね、最初だと。まあでももう結構経ったんで。そうなんですよ、実は私ですね、昨日の夜の10時に発表されたんですけど、 IMG さんのあのオンライン公演、私たちに明日はあるっていう公演、演劇、舞台、オンライン舞台、オンライン、なんていうんですかあれ。ちょっと待ってね、ちゃんとね、何ですかって言って、なんですよね、オンライン公演に出演させていただきます。オンライン公演です、こう書いてあるので。公演名オンライン演劇、おかしいやろ。公演です、オンライン公演に出演させていただきます。失礼します、失礼します。ありがとうございます皆さん。多分ものとしてはオンライン演劇でもいいんですけど、公演名にオンライン演劇とは多分つか、なんかちょっとキモくないですか。まあ実は違ったんでいいですけど。そうなんですよ、ありがとうございます。すごいね、握手会とかでも演劇のお仕事なんか見たいなみたいな、挑戦していってねみたいなことを結構言われてたので、すいません、くしゃみしてもいいですか。あ、すごい、出そうで出ない、出そうで出ない、あ、出ないわこれ。あー、出ないですね、失礼しました。そう、結構言われてたんですよ、なんか演技の方面を頑張ってほしいなみたいな、演技のお仕事に挑戦してみてほしいな。まあ私が挑戦したいと言ったからできるというわけではないんですけど、そんな簡単な世界じゃないんですけども、今回ですね、なんかまあいろいろありまして、お仕事をいただきました。ありがとうございます、ありがとうございますって皆さんに言うのもなんかちょっと違うと思うんですけどまあ見てない、
今きっと準備をしてくださっているだろう。 IMG の皆さんありがとうございますね、機会をくださった方もありがとうございます。感謝感謝。はい、いろいろあったんだね。まあいろいろあるな、何もなくて来るわけないなっていうだけのいろいろです。そんな別に難しい理由ではないんですけど、普通に、まあ、なんかあったんです。そりゃそうです、そりゃそうです。去年の劇恥の名演技、名演技じゃないですね、すいません、それ訂正してもらって、が評価されたなと思ってる。これ結構言われるんですけど、多分違うんですよね。なんか結構言われるんですよ、なんかこれは水入れある程度の効果だねみたいな。それは多分ちょっと違いますね。そうではないと思うんですけど、いやわかんないです、もしかしたらそう、いや多分違うと思うけどね、ないと思うんですけど、まあ何が理由かわかんないので。でも多分見てくださったんですけど、別にだからといって呼ばれたというわけではないんですけども、それちょっと違うんですけど、メルちゃんと一緒に出るんだよね。そうなんですよ、メルさんとユーナさんとなんですよ。でメルさんが主演なんです。かっこいいですよね。なんかこのこれをやるって分かった時はまだメルさんは卒業発表してなくて、全然普通になんかあこれから先もなんかメルさんと一緒にできるんかなみたいなこと思ってたんですけど、みたいな、きっと突然そんなえって思って、でもなんか最後に普通の、まあ、アイドルじゃないメルさんと一緒にお仕事できるのは嬉しいなと思いました。あとユーナさんも一緒なんですよ。ユーナさんはなんかチームオレンジやって一緒になってからちょっと仲良くなれた気がするので嬉しかったです。私とクメンツでしたそう、じゃあまあまあ前に聞いてね、まあまあ前かどうだ普通、いやどうだそんなでもないと思うけど、そんなもう100年前から決まってたんですけどとかそういうわけじゃないですね。でもしがどこまで行ってんのか分かんないので、もう全部うやむやで話しますけど、ほんまに何話していいのか分かんないんですけど、でもこの後の10時からキャスト発表記念配信みたいなのがありますので、それをねぜひご覧ください。そこでは多分話していいことが全部話されると思うので、あのちょっとここで質問攻めされると私困っちゃったりするので、なんか気になるときはそこで質問してください。多分コメント読まれるんじゃないですかね、いいコメントやったら。もうね本当になんだこれっていうコメントは絶対読まれないと思いますけど、いい質問だったらきっと読まれると思いますし、もうたくさんのねもうすごい方々が目に入れて耳に入れてくれると思うので、皆さん素敵なコメントだったら YouTube の方で聞いてください。ぜひって感じですね。うん、なんです、初めてですね。なんですか、初めてです私多分そういう、まあ演技のお仕事の中に、まあ、劇恥が入るんやったら入るけど、なんかあれはちょっと違いますね、ちょっと別枠というか。なんて言うんですか、ちょっと普通じゃないじゃないですか、あれってイレギュラーですよね。なのであれが演技の仕事にちょっと違うのかなって思っちゃうんですけど、演技はしましたけど、そうそう、だからあれです、初なんですかね。というわけで皆さん褒めてください私をいつも頑張ってて頑張ってて偉いねって言ってくださいちゃんとそうなんですね。なので最近ちょっと配信とかできなかったんですけど、すいませんほんまに。でも配信してるのと同じくらい私この画面見てるんでどんなどんな言い訳ですか。はい、すごい言ってって言ったらなんかみんな言ってくれた、ありがとうございます。そうなんです、たくさんお祝いしてください。わーい、祝
じなんですよ。そうですね、まあほんまに何をね言えばいいんでしょうか。もうこれ以上話すことないんですけど、何を言えばいいのか分かんなくてそう、何かあったらいいなと思ってたから嬉しい。まあ普通に私のショールームに対する意欲がなくなってたという可能性もありますけどねまあ別にそうではなかったんですけど、実際そうじゃないんですけど、でももしかしたらそうかもしれないから、ちょっとあんまりハードル上げね、ですまた次こういう機会をもらった時にちょっとこれまでの努力が報われましたって言えるくらい努力しようと思います。いつぐらいから練習始まったの？うん、言っていいかわからんから言わん。なんかチケットのやり方なんか難しくて、あれ結構私もちょっとよく分かったので、なんかもう公式でツイートされたんかな、どんなんやろ、難しそうなんですよこれちょっとチケットが。でも多分今日の配信とかでもそういうお話とかしてくださるのではないかなと思いますので、ぜひ見たり聞いたりしてくださいませ。多分ねメルさんがねツイートしてくれると思いますちょっと待って、誰々と一緒に写真撮ってって、私別に現場で会わないんですけどどうやって写真撮るんですか、スクショしてください、もし同じ画面にいる瞬間があればなかったらごめんなさいって感じですけど、ああのすごいツイートしてくださってますので、公式の方が IMG さんの公式でなんかチケット購入のあれがあるんですけど、これすごいんですよ、なんか誰を応援してますかっていうあのキャスなんか選択欄があるんですよ。私はこのキャストを応援しているから、この役者さんを応援してるからチケットを買いましたみたいないうのがあって、それがすごいなと思ったので、まあ皆さんちょっと誰でもいいかなと思ってる人はちょっといいですか、自分いいですか、失礼します。そう、まあ、別にもう決まってる人は全然変えてもらっていいんですけど、なんか私こういうのは感激後のイメージだったんですよ、まあ、私舞台見ないので分かんないんですけど、感激後のアンケートみたいなやつに誰々が良かったとか書くのかなと思ったら、これチケット買うときに書くんですね。まあ別にそうどうでもいいんですけど、ぜひ、まあ、何も考えてない人、そうそうそう、あの枠空いてるよみたいな、え誰にしようかな、ちょっとどうしようかなと思ってる人はちょっとぜひよろしくです。あすごい舞台マウント取られました、痛い痛いわ、舞台マウント取られました。みんな舞台とか見るんですね。そう、別に全然決まってる人はその人にすべきだと思いますけど、はいって感じで、別にそこまで帰ろうというほど別にあなたの一票いらないです、大丈夫ですって感じ、どうぞどうぞどうぞ自分の好きな人を入れた方がいいと思いますいう感じですね。まあちょっとひねくれてるなみたいな、素直じゃないぞみたいな、人生って意外と素直に生きた方が得だったりしますよね突然どうしたって話ですけど、なんかよくわかんなくてちょっとハスに構えてるよりもさ、実は素直に生きた方がめっちゃ得しますよね。そうそう、どう思います、何がいいんですかね。でも前半後半ってあって、あと218日です、ありがとうございます、ライブ開始ありがとうございます。そう、前半後半っていうのがあって、多分ですけど両方とも見た方が楽しいと思うんですよ。で基本的には前半の次の日に後半っていう感じなんですね。あ、218日ちゃんとやるか、イエーイ。はい、そうなんですよ、多分私は一挙放送みたいな日があるじゃないですか、2日間くらい、その日がいいんじゃないかなと思います。私だったらその日買います。ただまあ長いので当たり前ですけどね、それがきついなと思う人はやめた方がいいと思いますけど、きつくないんだったら私はこの一挙放送の日の方が
なんかパッて見れていいんじゃないかなとは思います。だから私のおすすめはその日にしときます。あのよく分かってないのでまだ。もしかして嘘になっても他の名前書くね、まあ、嘘よくないですね。嘘つくなったら全然名前書いてもらってって感じです。ほんと全然勝手にしてくださいってこと、ご自由にって感じですね。あの後で最後にやります。ギフトは全部まとめて。もうすごいダメだもう私、すみません、あの内容の質問とかはちょっと私にしないでください。ほんとマジ何言っていいか分かんないので、マジで何にも答えません。ほんと一貫して答えないので、サゼーン、サゼーン。料金もちょっとお得なんだってあんたちょっとお得ですってよ。あんたちょっと、まあ、まとめて買ったら安くなるのと同じ仕組みなんですかね。そうなんで、でも皆さん本当にぜひぜひ。ね、まあ情報が少しずつ解禁されていくと思うんですよ。それに合わせて見てみたりとか、まあ分からないっていうのが大事なこともありますよね。こうこれって何なのかな、えこれどういうことなんだろうと思いながら見て、こういうことがってこうなるっていうのを楽しみにしてほしいと思ってるかもしれないので、まあ、じゃあ私本当余計なこと言いますよ。まあ、本当に私がね壊すわけにはいかないので、私はねうっかり失言をしたらですね、すぐねこれ広げられるんですよ、切り抜かれて。もうほんとマジ気をつけた方がいいと思います。私の YouTube にめちゃめちゃ切り抜き流れてくるんですよねショールームのめちゃくちゃ流れてくる。とか私がアイドルの動画とか見るからだと思うんですよ。 MV とかめっちゃ流れてくるんだわ。もう私一斉スクロールに一人ミクさんいるもんミクさんのボブめっちゃ可愛い、会いたい。1回の公演は前編80分、後編90分だってらしいですよ。だから本当にマジでね、一回口から出た言葉はこうやって戻せないんですよ。でしかもこれね、本当生配信だからって油断したらマジでダメなの。マジでね、世界中の誰かはね、なんか保存してるんですよ。いやしないでくださいと、いやしちゃダメだと思いますけどね、私普通にしない方がいいと思いますけど、ダメじゃない。さ最後にこれ江戸倉庫に行くんでしょ。あれもね多分有料サービスですから多分ダメだと思うんですけどね多分ダメだと思うんですけども、どうなんでしょうかみたいな、ちょっと分かんないですね。個人的なに楽しむくらいだったらいいっていうルールがあるのかもしれないですけど、それもちょっと分かんないですね。ショールームさんに聞いてもらって、さすがに。でも多分ですけど劇の方は録画聞いちゃうと思います、いくらなんでもね。だって1回そしたら1個買ったらよくなっちゃうもんな、ほとんどの人。でも毎回ちょっとずつ変わると思いますけど。そうよ、だって昔のさ、なんかあのオンラインのやつってだってもう分かんない人もいるよね。1年前だから、1年前にやった HKT のオンラインのやつもあれ毎回ちょっとずつ違いましたからね。金魚の位置とかね、誰かが間違えちゃったりね、誰かがめちゃめちゃ成功したりね。なので大劇は何回も見るのかもしれないね。それは何、録画してってこと？録画はダメですよ、録画はダメですけど何回も見るのが面白いと思いますでも本当私見ないんですよね。なんかでも最近は配信で舞台とかされること多いじゃないですか、こういうご時世だからなのかな。なのでちょっとずつ見る機会もありましたね、増えてきましたね、ちょっとずつ、ほんとちょっとずつですね。
やば、ちょっと待って、めっちゃ面白いの来たから。赤にゃん最近元気出ないの、超絶可愛く元気出してってくれたら嬉しい。嫌だマジで最低なんですけど、私がですね。でもまあ全然元気出してください、それは。でもちょっと超絶可愛くは言えないですね。元気出せー、これでよろしくお願いします。私なりのね、一番の励まし方、絶対超絶可愛いよりもこういうやつの方が元気出ると思います。私、美味しいご飯食べてください。今やっぱ寒いし元気なくなっちゃうのあると思うんですよ。どうしたらいいかというと、やっぱ可愛いもう、ね、元気だーみたいなやつ、あれもなんかじゃあめっちゃ気合入る、なんかすごい筋トレするとか、めっちゃなんか筋肉ムキムキの人のなんか元気出せみたいなやつとかの方が絶対元気出ると思います。私はほんと絶対そっちの方がもうめっちゃしゅぞってこうなるので、ほんまにやった方がいいと思います。おすすめしておきます。私ほんと需要あると思うんですよね。なんかめっちゃムキムキの人がさ、すごいめっちゃこう気合入れてくる動画とか、なんか誰か筋肉すごいいっぱいある人 YouTube 始めてくれませんか。元気出るので、それで体調が悪い方の元気が出ないだったらね、あの本当それはもう絶対無理しない方がいいと思います。今の時期ですし、ちゃんと熱測って病院行って、もう今病院行けなかったりするんですけどね、まあ病院行ける時に行ってっていう方が話したのに、結局どちらもやってくれるわけに優しい。うん、でもあんな適当でいいんだったらいいですけどね。バーカ適当ではあれば、さすがにちゃんと言ってないし。あんなんでいいんですか。あんなんでいいっていうくらいの熱意で来てないと思います。そういう風に人の熱意をバカにしない方がいいと思います。はん、しかもあんなもんじゃないしな、私の本当に真面目にやったら、ははははははは、舐めるなよ、はははははは。はね、うなぎとか食べたらどうですか。もう時期過ぎちゃったのかな。うなぎなんか気合入るみたいな言いますよね。私は具合悪い時っていうか、なんかもうちょっとダメだなって時は、あの雑炊食べてます。別に元気じゃない時も雑炊食べてます。私マジ雑炊好きなんですよね。卵雑炊大好物。あとはサラダいっぱい食べる。この真面目にやったバージョンもいつか見たい。いや絶対嫌ですね、さすがにちょっと嫌ですね。同期とか友達だとできるんだけどね、なんかちょっとやっぱ恥ずかしいじゃないですか。こんな真面目に、真面目にやるのって恥ずかしいじゃないですかそうだからね、ちょっと難しいかなみたいな、ちょっとやらないかなみたいな、絶対やらないかなみたいな感じでござんす、ござんすござんす。いやー雑炊食べたいな、ほんと好きなの雑炊。私ね雑炊好きすぎて毎日食べてたんです一時期。だから私毎日食べるものは自分で作るっていうルールがあるんですけど、我が家の。なんか私雑炊作るのめっちゃうまいんですよ。なんか目分量で水の量完璧なんですよ、作りすぎてそう、もうほんと特技雑炊を作ること。え、書こうかな、なんか私就活するときに言おうかな、私は雑炊を作るのが得意なんです。多分落ちますよね面接、絶対言うのやめます。なんだ、時に若にはオファーは前から来ますの、全然知らなかった。いやいやいや知ってるわけないやろ。私がさ、えー皆さん聞いてくださいよ、なんか私今度演劇出るんですよとか言うわけないやろ隠し通すわ。さすがに昨日知ったわけではないです。あのね、情報をね勝手にポロポロこぼしちゃう人ですね。次から絶対にお仕事がもらえないんですよ。なのでですね、絶対に言わないと思います誰も。それはね、こうポロ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 何でもかんでも言っちゃう人はね、信用されなくなってもう捨てられますよいつか。ちょっといらんなってこうすごい思われたらすぐパイってされちゃうから。皆さんもね、多分会社とか勤めてる方が多いですよね、この中に。
皆さん気をつけてくださいね。もうほんと社外秘密みたいなやつ絶対秘密ですよ。いつ聞いたの？さっきも言ったやんか。何言っていいか分からんから言わってば。一切気がつかなかった。私は絶対に気づかさないと思ったので、絶対に誰にも匂わせはしまいと思ってましたよ。ドヤ顔、このドヤ顔です。私はですね、こうのタイプなの、全部だから、もうほんと全部隠し通しますね。言いたくないんですよ、なんかびっくりしてほしいので。私、人間がびっくりしてるの見るのが好きなんですそう、そうなんですよね人がめっちゃ「えっ!?」ってな「えっ!?」出んの?」ってなことを言ってんのツイッターで見て、しめしめと「プププ!」みんな気づかなかったでやんすねーってこうやって言うのが好きなんですよ。でしてやったりですよ。全部それです。もう本当に人生全部それ、誰にも何も言いません。でも本当に、でも喋りたくなっちゃう時ってあるじゃないですか、普通に。え、そういえばさみたいな、え、面白い話あってみたいな、我慢しました。本当にメンバーにも全然言わなくて、なんかバレちゃう瞬間なんかあるじゃないですか、そういう時以外。なんかこの日の夜空いてるとか言って、あ、その日ちょっと行けないんだよねみたいな言う時以外は本当に言ってないです。でもなんかやっぱ秘密抱えて生きてるのって生きづらいんですよ、すっごい。もうすっごい生きづらくて、ジュアナムとかでも話しちゃいそうじゃないですか、なんでしこの後聞くなんですよとか。本当に生きづらくて、もう本当皆さん秘密は抱えない方がいいです。マジ生きづらい。なんか自分が何話していいのか分かんないし、この情報ってどこで仕入れたんだっけとかもすごいなんか疑心暗鬼になるからね。本当皆さんも秘密とかない方がいいです。こういうね、まだ解禁前とかの秘密とか会社の秘密とかそういうのを大事にしてほしいですけど、なんか自分からわざと秘密作りに行く必要は絶対ないです。本当にみんな誠実に生きた方がいいよ本当に本当にもう生きづらくない？秘密、なんか会社の話とかさ、言っちゃいけないこととかあるやろきっと、仕事でもめちゃくちゃ生きづらいのよ。卒業発表したメンバーが晴れ晴れすの水流だろうね。絶対そうだと思います。だから私多分卒業発表も絶対に匂わせないんですけど、本当に突然え？ってなるくらい、え、なんで？みたいな、え、そんな予兆なかったじゃんってくらいしますし、ぶっちゃけ卒業するって言ったら私はしませんって嘘つきますけど、先に言っとくね、みんなごめんね、絶対私嘘つくけどごめんねしないんじゃないとか言います。多分私ごめんね、先に謝るね、多分みんなに嘘つくと思います。でもさ、そこでさ、あ、そうなんだね、実は朝の公演でとか言ったらちょっと嫌じゃないですかだから許してください。私は皆さんのびっくりする顔が見れるんですかね。私でも一回も聞いたことないです、えーってやつ、やめないでーみたいな。そう、静かになってからしか見たことなくて、だからまあちょっと聞いてみたい気持ちはありますね。なので私は皆さんにきっとたくさん嘘をつくと思いますけど、私ほとんどのことは本当マジ嘘つかないので絶対。でもこう仕方のない嘘はついちゃうんですけど、許してちょんまげ、許してちょんまげって感じでございますね。でもしょうがないよね、だって卒業するってこうやって「うん、するよ、明日だよ」とかこうやって言いないんじゃないですか。いや、いつかはするねとかし答えるかもしれない、ちょっとわからないですね、その時のテンション。でも絶対正直には言わないと思います。だし絶対に匂わせもしません。ルンルンルン、みんなびっくりしてくれるかな。これでしてくれなかったら私本当に泣きますね、逆に泣きますねって感じでございました。はーい、あのね、本当にね、私はねルンルンって感じなんです。
でもね、マジでメルさんとかユーナさんとかいてくれるからめっちゃ安心です。心強すぎる。それはね、一人で私たちの心細くてピヨピヨしちゃいますけど、大好きな先輩方に囲まれて私はもう元気に頑張っていけると思います。すごい失礼。脚本は面白いのかな。バリ失礼。やばすぎ。どうなんですかその質問は。私は絶対にですね、言わない方がいいと思います。きっと人生で損することが多いですね、そういうことを言っちゃうと。公演はね、私ももう知ってますよ。まあ私は無理やりにやって、ん？なんだこれ。What's this? What's this? そうですね。こういう状況だし、なんか無理やりやって、な、そのさ、例えばじゃあみんなが来てくれたやつで、こう。かかってしまったりとかしたらそれが嫌な思い出になっちゃうじゃないですか。わあこの時行かなければとか、私そう思ってほしくないので、まあ生誕祭も続いてたし、その日のためにね福岡に行きますって人もいると思うし、 お休み取りましたって人とかもいると思うし、なんで今って思ってる人もいるかもしれないけど、まあしょうがないって一言で片付けるのはちょっとどうかと思いますけど、感じですね。まあでもほぼ全部演でも難しいです。正解がないじゃないですか。難しいと思います。きっともうたくさん考えてくれて大人の人ありがとう。もう私チョコレートを差し上げたいです全員。チョコレートで済まされるレベルの脳みその使い方ではないと思うけど、みんなにちょっといいクラスのチョコレートを差し入れてしたいです。大人の皆さんいつもありがとう。私たちのためにありがとうって感じでござんす。いやござんすもおかしいな。でもね、なんかね、そのね、ま、オンラインの話に戻りますけど、まあそういうのとかも含めて、なんか私って意外と演技好きなんだなって思いました。ここにあるんですけど台本だ、みんな台本があるけど絶対に見せないよ。なんか自分の役じゃない役もなんかこう、なんだろう、一回読んでみた時にこういう感じかなっていうのをこう考えたりするときに、なんか私って実は演技好きなんだなと思いました。なんか本当に1年前とかやばいのがさ、まず1年前とほぼさ同じじゃない、全部中身はまだ秘密なの。いや秘密やろ。何その謎質問やめてや。
秘密だろ、秘密に決まってるだろ普通に考えて。いや多分だけど秘密の方が良くないか。私もんかなって書いてわからなって読みます。え嘘でしょ本当に初めて会いました。嘘でしょ、えやば、待って、私ですかこれ。本当は私が配信しながら私はコメントしてるってことないもんな。え嘘、初めて見ました。若菜はね、なんか和を奏でるとか若いナッパとかいるんですけど、和に叶うってマジで初めて見た。えいるんだ、すごい嬉しい、こんにちは、私じゃん、すごい。すいません、ちょっとあまりにも重大ニュース、今年一かもしれない。えやばすぎる、名付け親に言っときます。私の話したっけ、しまって衝撃で全部頭が吹っ飛んだ。あそう、なんか1年前ねやった時はなんかもう今年1ってまだ1月、いやでも超えないんじゃないか普通に考えて、私だって絶対いないと思ったもん、私しかいないんだろうなと思ってた。まあいいや、この話はちょっといいから置いといて、やった時、まあ、ほぼ同じ日程なんですけど、同じ時期なんですけど、なんだろう、なんかもうでもね、また多分なるんだけど、あと1週間くらいしたらなんかもうやりすぎて、なんか何が何だかよく分かんなくなってくるんですよ。演技って何ですかみたいな、私は今これ演技をしているのか、それとも文字を読んでいるのか、覚えたものを喋っているのか、今何をしているんだろうっていう感覚の方が強くなるの後半。私はもうほぼずっとそれでした、あの1年前は。1年前のこの時期はもう稽古を生産化してなかったんか、なんかしていたような気もしなくもないけど、本当に後半はマジでなんかよくわかんなくなるんですよ。みんな演技したことあるかないかわからんけど、でなんか私が今喋ってるのはこれは演技なのかな、これは私が村上優香が喋ってるのか、それとも三島莉莉香が喋ってるのか、どっちなんだろう、これなんだろうみたいななっちゃうんですけど、なんかね今はねまだね楽しいなって思えるところで今とどまってますね。まあそれがいつ、これって演技なんだっけ、これが演技なんだっけ、演技ってなんだっけ、演技できてるのかなとかなるのがいつなのか分かんないんですけど、でも多分一回ねその瞬間来ますね。いやー何日間持ってくれるかこのまだ楽しいみたいな、難しいけど楽しいねって、この何回があと何日持つか分かんないですけど、そうですね、意外と演技はね楽しいんですよ。苦痛だって人もいるかもしれないんですけど、私はね好きなんです。でもね演技がね上手いとか下手とか私には分かんなくて、全然なんか自分ができてるかできてないかが分かんないんですよね。でもまあ何も言えないということは何も言えないくらい下手くそか、まあある程度大きいかってことだと思うんですけど、まあ何も言われないというか、まあ、褒められるのを目指して頑張っていきたいなと思います。そうですね、とね結構楽しいんですよ。皆さんもなんかおすすめします。なんか適当な文章をねちょっとそれっぽく読んでみたりとか、ね、本当におすすめマジってことでランキング読みます。嘘でした、ギフト読みます。あーこれダメだ、ちょっと全部読めなかった、ごめんなさい。ニコラスさんハートありがとうございます。おにぎり村長さん拍手ありがとうございます。バイキンマンさんも拍手ありがとうございます。猫キャットさんも拍手ありがとうございます。大阪のトアさんさん花束ありがとうございます。ハルカイさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。フランさんも拍手ありがとうございます。おにぎり村長さんファイトありがとうございます。佐藤久夫さん福ありがとうございます。猫キャットさん馬ありがとうございます。猫キャットさんいいねありがとうございます。大阪のターさんさんハートありがとうございます。白熊さんもハートありがとうございます。猫キャットさんライフハートありがとうございます。高秀さん福ありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。猫キャットさんペンライトもありがとうございます。大阪のターさんさんブラボーありがとうございます。佐藤久夫さん拍手ありがとうございます。ゆかりんさんハートありがとうございます。おにぎり村長さんいいねありがとうございます。 G
チェンさんもハートありがとうございます。しろくもさんもおーすごいたくさんハートありがとうございます。おーハート500個もありがとうございます。ニコラさんかわいいありがとうございます。フラさん服ありがとうございます。リモッティさんも服ありがとうございます。タさん尊いありがとうございます。大阪のタワさんさんかわいいありがとうございます。ほなランキングも読みます。ちょっと忙しい、読むのが多いな。13位、おたまるさしこさんありがとうございます。12位、とうごまさんありがとうございます。11位、はるかえさんありがとうございます。10位、チェンさんありがとうございます。9位、佐藤ひさおさんありがとうございます。8位、フランさんありがとうございます。7位、としさんありがとうございます。6位、ゆかりんさんありがとうございます。5位、おにぎり村長さんありがとうございます。4位、しろくまさんありがとうございます。3位、ニコラスさんありがとうございます。2位、大阪のターさんさんありがとうございます。1位、猫キャットさんありがとうございます。わーい、じゃあほな配信切りますけど、10時からその方の配信がございますので、なんか質問先にたくさん送ってきてくれた人、ぜひそっちで質問してみてください。はい、あ、ちょっとこれもうちょっと否定するのもめんどくさいんで否定しないです。 OK、じゃあそれではさよなら。あ、ちなみに雪恥は関係ないです。じゃあね、じゃあまた後でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ、ありがとうございました。また配信見に来てください。バイバーイ。